はい、新幹線の中です、もう本州に入ったものと思われます。山口県内を走行しています。というわけで、こんばんは。こんばんは、聞こえます？車両にね、僕ともう一方だけ遠くに離れてだけなのよ。だからね、ちょっと喋れちゃうの。いっぺんやってみたかった新幹線バージョンのカズチューブね。新幹線買ってみると早いね。あ、トンネルだわ。あ、僕が映ってるんで喋りますけども、昨日今日としかしね、乾杯でしたね。まあ、ホークスのいいところばかりが目立った。で、昨日はね、杉本選手、今日は吉田選手のホームラン。吉田選手は通算100号のホームランと、いうことで良かったですね。そこぐらいかな、もう乾杯。ちょっとね、辛いわ。今手で持って映してますって。揺れてるかもしれませんが、許してください。で、あと、まあ、車内の走行音が結構あるんでね、声聞こえづらいかもしれませんが、許してください。連敗、これで負け越しが4つ、借金4つで交流戦突入。チームは終わってね、横浜の方に移動していきました。一瞬すれ違って、早いね新幹線。横浜の方、これ飛行機移動だと思うんですが、僕は新幹線でもう、戻りますが、神戸にね、という感じです。まあ、本当に残念な結果すぎるよね。まあ、僕が喋ると勝てないんだな、やっぱりな。でもね、今日のホークス相手はね、なかなかどこも勝ちにくいと思うよ。まあ、攻守に、まあ、隙がないというかね、本当素晴らしいなと思いました。なんとか交流戦での巻き返しをね、狙ってほしい。まずは横浜で3つスタートでしょ。横浜でいいスタート切ってほしいねと思うわけで、まあでも本当ちょっとね、喋ってて、実況してる時は全然大丈夫なのよ。むしろホークスの野球が気持ちいいんで、乗って喋ることはできるんだけども、やっぱりね、結果を見ると辛いね。まあ、トンネルがね多い山陽新幹線ではあるんですが、まあ、チームがこのままトンネルに入らないことを祈りつつ、でまた帰ってからちゃんとした分あげますんで、まあ、それはちょっと遅くなりますんで、まあ、ちょっと新幹線バージョンを取っております。マスクもしてボソボソと喋っております。オリックスさん連敗、本当ごめんなさい。まあ、いろんなニュースも出ましたんで、それも含めてごめんなさい。最後までご視聴ありがとうございました。火曜日から巻き返すよ、ね、後ほどまた。赤、トンネル入っちゃった。